PGM338 は、または PGM338LMPGM ミニヘカテ338として知られているフランスの PGM プレシジアン社で設計、製造されている狙撃銃である超音速の338ラプアマグナムダウンを使用し、 正確な弾薬の種類や環境条件に応じ1200から1500メートルの範囲を有効射程距離とすることができる。PGM338 は長距離の対人狙撃銃の役割を果たすことを目的としており、より軽量な7 6 2 e x 5 1ト、mm、ルナトーダ弾を使用する対人狙撃銃と長々距離で使用され、システムの形態性に欠けるより大きな 50BMG 弾を使用する、大物狙撃銃との間の隙間を埋めるものである。PGM338 は、クリス・エル・ムービリアーティにより、PGM プリシジアン社に勤務していた時期に設計され、PGM プリシジアン社により製造されている。本銃は、フランスでは、PGM プリシジアン社自身を通じて、アメリカ合衆国やドイツ及びその他の、 ヨーロッパ諸国では代理店を通じて販売されている。ハイエンドの狙撃銃市場における PGM338 の主要な競合製品、同等製品は、アキュラシーインターナショナルアークティックオーフェア及び、サコ TRG 等の製品ラインであり、これらのライフルは全て性能面で同等である。PGM338 より、大型モデルの p g m a k 2と同様に、 PGM338 は重量を最小限に抑えメンテナンスを簡素化する骨格状の外観をした中央の堅牢な金属下駄シャーシを中心に構築されている。レシーバーは高品質な7075航空機グレードのアルミニウム合金で作られ、鋼鉄製のボルトは重心延長部をロックする3つのラグロックを持つ。レシーバーには薬莢のヘッドが故障した場合に、 高圧ガスを逃がすための加圧通気口も備えている。重心はドイツの企業、ローター、バルター社によって設計され、霊感鍛造にて製造されている。競技用グレードの溝付き重心はフリーフローティング構造で取り付けられ、50%の反動低減効果を持つ統合されたマズルブレーキを備えている。この重心は 16.2g の長、 抵抗力弾丸を発射するために最適化された従来とは異なる 305mm の右ツイストレートが特徴である。シエラ HPBT マッチキング 19.44g 弾丸のような長くて重い VLD 弾は 254mm のツイストレートの重心を必要とする。ピストルグリップと全部重傷はポリマー材料で作られ金属下駄シャーシに取り付けられている。 後部重症は、金属製で、リコイルの照準への影響を、最小限に視界的にするための調節可能な、ショルダーパッドを有する。また、伸縮長と高さを調整でき、レシーバーの左側に折りたたむことで、銃全体の寸法を小さくし持ち運びに便利である。後部重症の下の調整可能な折りたたみ式の、地面スパイクは、銃を長期間安定した位置に保つのに役立ち、 重心の下の折りたたみ式バイポッドと組み合わせると最も効果的である。ピストルグリップは特にオペレーターがすぐに発砲する準備ができていなければならない長期間の間快適に銃を使えるようになっている。本銃は完全に調整可能な2段階トリガーを備えており、整備担当者により調整可能できるように10ニュートンから16ニュートンの間で 調整可能なトリガープル重量を備えており、ロック時間も短い。PGM338 には、ピカティニーレールが取り付けられているため、様々な商用及び、納豆標準の光学照準器、照明、暗視装置、その他の戦術アクセサリーを装備できる。また、一時サイトに障害が発生した場合に使用する、緊急用、アイアンサイトのオプションセットも用意されている。 通常、マズルブレーキは、反動、ジャンプ、フラッシュを低減するために取り付けられている。ただし、PGM の標準マズルブレーキは、ユーザーが使用しない場合は取り外し可能である。最適な射撃快適性を維持するために、マズルブレーキ、またはサイレンサーが取り付けられていない状態での発射を、避けるようにメーカーは推薦している。PGM338 は、 主に500から1400メートルの距離で、対人狙撃を行うことを目的としており、有資格の居手が使用すると、競技用グレードの弾薬で一貫して、約 0.5MOA の精度を達成できる。500メートル未満の距離では、338ラプアマグナムは、対物での深い貫通が必要でない限り、対人関係で使用するには、強力すぎ。 ほとんどの状況で過剰貫通を引き起こす。1200メートルを超える距離では、標準の338ラプアマグナム弾が1000音速領域に入るので、その精度は大幅に低下するが、1500メートルまではある程度信頼できる。大容量弾層も利用可能だが、本1010発箱型弾層で最もよく使用されている。標準の付属品は、 PGM サウンドサプレッサー、エルゴノミック木製グリップ、ピカティニーレールとサイドピカティニーレールからなるキット、PGM 望遠サイトマウント、PGM 緊急用、アイアンサイト、フォーム付きトランスポートケース、キャリングスリング等である。ありがとうございます。